新井薬師前の古本屋さんで見つけました。トレイシーですね。日本家捕虜秘密尋問所、中田誠一さん、昭和16年生まれの NHK のプロデューサーですね。捕虜に対して、尋問というか、誘導していって、そして、いろいろ秘密を聞き出していくということですね。つまり、アメリカの味方にしていくということなんですが、それはただし、日本の平和を祈って、戦争が早く終わること、また民主的な国が作られること、また軍部による、強力な圧力を受けてきたことに対するいろんな思いがある。沖縄戦なんかについても、暗号とか含めて、その守らせていくわけですけれど、なんでしょうね、そういう人たちがいたからこそ、戦後の日本の何かができたというふうにも考えられます。この中では、日本を、占領してから、靖国神社についてどうするかということを考えるところがあるんですが、それはもう少し、時期を遅くしてしまったので、縮小できず、なんて言うんでしょうね、昇魂者には戻せなかったということですね。そして、要するに、緊張関係がその後、米ソとかですね、起きた。その中で日本を一つの砦にしていくということで、靖国神社も残していくという形になっていく。こういうところにですね、一体本当の日本のこの独自性というか、自立性というのはどうなんだろうというふうに思います。また知性のある非常に優秀な人たちが、たくさん話をしていって、そして、その中で、その願いですね、それがまたその知性のあるアメリカ人にこう伝わって、そしてまた大きな国とか、その時代の流れの中で、そこからどういう働きをしていったのか、NHK の、これは別の人の話ですが、ドキュメンタリーでもやっておりました。非常に、そして今どういうふうに我々は生きるんだろうと、そういうふうな役割をしている人もいるだろうし、利用されている人もいるだろうし、また、奇妙にですね、なんでしょうね、パラドキシカルじゃなくて、なんでしょうね、パノラマ的に動いてる人もいるし、ということで、しっかり考えて、自分のなすべきことをなしていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。フィクション賞を取ってますね、講談社。